CP1926 の炎帝をゲットした後、大宮公園に出現していたレベル5の卵へやってまいりました。大宮公園なら人が集まらないということはないでしょう。さっきの場所はグループの方たちが来なかったら完全にアウトでした。1体ゲットしたので今日のノルマは発生です。しかも候補退治、今後は多少リラックスして臨めます。ほどなくしてエンティの登場です。周囲を見渡すとエンティを倒すに十分なトレーナーさんが集まっております。数は揃っている、あとは倒すのみ。この瞬間が楽しい。普段集まらない悔しさを味わっているからこその楽しみである。エンティ爆誕。強軍の無料レイドパスを使ってしまったので、ここからはプレミアムレイドパスで。みんなレベルが高い、安心して戦えます。最終的に12人、第1陣が終わったら次に人が集まるのは大変である。ゲージ技は大文字シャワーズが食らうと半分ぐらい減ります。勝利です。ぐんぐんぐん、ちっちゃくなっちゃった。お、技マシンスペシャルだ。ボールは9個、うむ。初日なのでどんな個体値でもゲットを目指します。攻撃の集中戦が出たらボールを回し始めて早めにボールを投げる。おっと、間違えた。攻撃の集中戦が出たらボールを回し始めて早めにボールを投げる。早すぎれば必ず弾かれますが、遅すぎても必ず外れるというわけじゃないです。遅いタイミングからじわりじわり速くする感じでしょうか。おや、おっしゃ、エンテイ1体追加です。またレベル5の卵が出た。ゲットしたらすぐ帰るつもりだったんだけど、あるならやりたいところです。地元じゃできないもんな。この日は昼でも肌寒く、ダウンジャケットで全然大丈夫でした。この間までセミが鳴いていて、蚊に刺されてポケゴをしていたのに、季節の流れが早い。卵が孵化するまでの間、夜回りの色違いをゲットするべく積極的に狙っていたのですがダメでした。到着です。周囲にはトレーナーさんが集まっております。
4度目の炎帝さんです。赤色青色黄色バランスよく集まってます。最終的に18人。ゲージ技はまた大文字避けたのに1回減ってまた回復した。これが叫ばぬの原因か。とりあえず1回減るから体力が少ない状態でゲージ技を食らうと変なことになるんだ。勝利です。元気のかけらがやたら出るんだけど、こんなに必要ないでしょう。せめて元気の塊かと。ボールは11個。ジム所属が大きい。 CP は1874。これぐらいの数値だと歴史の年号みたいだ。明治7年だそうです。そういえばエンティのヒゲの感じが明治っぽさあります。エンティさん、明治のヒゲに例えられたのはこれが初めてじゃないかと。膠着状態が続きます。集中戦出た。エンテイとの静まりたまえ、さぞかし名のある炎の神とのあろうお方がなぜこのように荒ぶるのか。生まれたばかりのポケモンにボールをぶつけるからだと思います。ぐぬぬ、お姉さん実に正論である。2級になってしまった。ナウ最後の1級です。
全球カーブグレートでした。ダメだったか、ボールが多い時に逃げる法則がある。逆を言えばボールが少なくても希望があると言える。動画が長くなってしまうので残り3戦は次回へ。このまま負けて帰れません。